ガウガメラの戦い、ガウガメラの戦い、ガウガメラの戦いは、ティグリス川上流、現在のイラク北部と推定されるガウガメラにおいて、紀元前331年10月1日に行われた、アルゲアス朝、マケドニア王国及コリントス同盟の連合軍と、アケメネス朝の戦いである。アレクサンドロス三世、大王率いる連合軍、以下、マケドニア軍が、 ダレーオス三世率いるペルシア軍を破った。アルベラの戦いとも言う。イッソスの戦いの後の2年間にアレクサンドロスは地中海沿岸地方とエジプトを制圧した。その後彼はシリアからペルシア帝国の心臓部に攻め入り、ユーフラテス側とティグリス側を抵抗なしに行った。ダレーオスは帝国中から軍勢をかき集めて大軍を編成した。彼は数で アレクサンドロスを打ち破ろうとし、現代の歴史家の推定では、彼の軍勢は約10万人であった。ダレーオスは、自分の数的優位と戦車隊を活かすことのできる、平原を戦場に選んだ。古代の記録では、アレクサンドロスの兵はマケドニア及びコリントス、同盟以外にトラキアなどの同盟諸国から合計7000人の、騎兵と4万人の不評を数えたとされる。 ダレーオスの軍勢については100万人とするものもあれば25万人程度とするものもある。近現代の多くの歴史家はダレーオスの軍勢は当時の軍の能力で効率的に補給を行える限度である5万人。超えなかったとしているが10万人以上であった可能性もある。ある推定では二万五千人のペルタスと一万人の不死隊、二千人の重装不評。 1000人のバクトリア兵、4万人の騎兵、200両の戦車、15頭の戦像がいたとされる。ペルシア軍は数的にははるかに優勢だったが、質的にはマケドニア軍に劣った。マケドニア軍のファランクスはサリッサと呼ばれる6メートルの長さの槍で武装していた。ペルシア軍の不評は大半が訓練不足であり、装備でも劣った。ダレーオスの重装不評は、 ギリシア人傭兵と、この野兵である1万人の不死隊だけだった。ギリシア人傭兵は、ファランクスとして戦ったが、その槍は3メートルしかなく、不死隊の槍に至っては2メートルしかなかった。訓練不足の兵士にいたずらに、長い槍を与えても使用は、不可能であ、槍の長さは同時に、兵士の練度の指標でもある。ダレーオスの残りの部隊の中では、 アルメニア人部隊が最も重装備で、ギリシア人傭兵部隊と同程度だった。他の部隊ははるかに軽装で、アケメネス朝ペルシアの主要な武器である弓矢で武装していた。ペルシア軍は先に戦場に到着した。ダレーオスは事前に戦場の樹木を借り払って、戦車部隊の障害とならないようにしておいた。軍勢の中央にはダレーオスと再生への不評部隊が布陣した。 両翼は、騎兵部隊であり、左翼をベッソス、右翼をマザイオスが指揮した。戦車隊は、騎兵の前に配備された。マケドニア軍は二手に分かれた。右翼はアレクサンドロス自ら指揮し、左翼はパルメニオンが指揮した。左翼が敵の攻撃を支えている間に、右翼から決定的な打撃を与える計画であった。騎兵戦力は、 ペルシア軍に5対1の比率で劣り、しかも夫人の長さは1マイル以上もペルシア軍の方が長いため、マケドニア軍がペルシア軍に包囲されるのは不可避に見えた。アレクサンドロスの戦術は歴史上でも稀なものだった。まず、ペルシア軍の騎兵をできるだけ多く引きつけ、敵戦線に裂け目を作り出し、そこから中央のダレイオスを直接攻撃する計画だった。 しかしこの戦術には完璧なタイミングと軌道が要求され、大王自ら動く必要があった。マケドニア軍中央は前進したが、両翼は逆に45度の角度で後退し、ペルシア軍の騎兵の格好の標的となった。イッソスの戦いでの経験からダレーオスは最初に動きたくなかったが、このマケドニア軍の動きによって先に攻撃を仕掛けざるを得なくなった。 まず戦車隊が攻撃を開始したが、マケドニア軍は戦車に対する防御戦術を編み出しており、この攻撃は効果がなかった。ペルシア軍がマケドニア軍の領域を攻撃するため進撃するのに応じてアレクサンドロスも攻撃に出た。彼は自分の率いる部隊をくさび状に編成し、自ら突撃の戦闘に立った。その後ろには援護のため係争不評が続いた。 アレクサンドロスは、騎兵の大半を率いて、ダレーオスの前線と平行に移動し、戦場から離れていった。ダレーオスは、前線の騎兵に、アレクサンドロスを食い止めるように命じた。この騎兵は、アレクサンドロスの後衛の軽装不評に防がれ、アレクサンドロスは、ペルシア軍に向かって、急展開して、ベッソスの左翼とダレーオスの中軍の間にできた、裂け目に突入した。 アレクサンドロスの騎兵は続いて、今や弱体化したペルシア軍の中軍を襲い、ダレーオスのこの衛兵とギリシア人傭兵部隊を撃破した。左翼のベッソスはダレーオスから切り離されてしまい、アレクサンドロスの騎兵に攻撃されるのを恐れて退却した。ダレーオスも包囲されるのを恐れて退却したが、そのため、ペルシア軍の中軍は改装することとなった。 アレクサンドロスはダレーオスを追撃するつもりだったが、パルメニオンから必死の救援を求める伝令に接した。マケドニア軍が崩壊する危険を犯してまで追撃を続けるか、左翼を救援するかの選択に迫られた。アレクサンドロスは結局、パルメニオンを救援し、その後でダレーオスを追撃することにした。マケドニア軍の左翼と中央の間に大きな裂け目ができており、 ペルシア軍の中央にいたペルシア騎兵とインド騎兵はそのけ目からマケドニア軍の戦線を突き破ったが彼らは背後に回り込むよりもマケドニア軍の宿営地に進軍して物資を略奪する方を選んだ。ダレーオスの中軍が崩壊したのでマザアイオスもベッソス同様退却を始めたが彼の部隊は間もなく改装状態となった。戦闘が終わると パルメニオンの部隊はペルシア軍の補給部隊を制圧する一方、アレクサンドロスはダレーオスを追撃したが、ダレーオスはベッソスラと合流して逃れることができた。アレクサンドロスはバビロンに入り、間もなく大王と称することになる。ダレーオスは東部で軍を再編成しようとしたが、ベッソスに裏切られて殺された。ここにアケメネス朝は滅びた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。